ではね、ファイナル盛り上がってるということで、マーベリックスとやっていきましょう。こっちのセルティックスを中心としたメンバーで、だいぶメンツ落としてるんで、まあ言うてこれでも、ちょっとあれかなと思ったんで、ここのテイタムを落としときます。あ、じゃあここのブラウンも落としとこう。ブラウンでも、レッドぐらいあってもいいと思うんだけどな。あ、でもホリデーが強すぎる。じゃあ、ブラウン落としまーす。どこだ、ブラウン。あれ？ブラウンいない。あ、こっちか。ブラウン、ブラウン、ブラウン。どこだ？ジェーレン・ブラウン、ジェーレン・ブラウン、ジェーレン・ブラウン。どこだ？ジェーレン・ブラウン。いたー。じゃあ、これでいきまーす。かなり弱い。ポルジンゲスも落としとくか。いきましょい。ポルジンゲスどこだ？見えない。どっかにいた。はい、じゃあこれでいきましょう。控えにロンドがいるのはなんでっていうね。これで勝てるでしょうかと。オールスター。ちょっとロートが長いのは昼時だからかな。どんな感じ？トリプルダブルをさあ、お願いします。さあ、ドンチッチとアービングがダイヤとピンダイとアメジストか。うわ、でかい、向こうでかい。向こうでかいっす。テイタム、タフショット打つぜ。テイタム、いきなり外すか。まあ、そこら辺は織り込み済みなんで、方法どっちさんどこ？ディリック・ライブリーはノンシュート扱いしていいんで、マンツーマンで徹底的に。お、さすが、ホリデー。おいおい。このチーム、エースホリデーという謎。だってホリデーこれしかなかったんだもん。ダイヤホリデーしかなかったんすよ。許してください。あ、そうだった。ポルジンギスをノンシュート扱いにして、ドロップでアンカー。あ、打ってよ。ルカ、打て。へいへいへい。ん？打たない？ 3 秒なる。危ねえ。しつこくピック仕掛けてくんな、こいつ。オッケー。このチームのエースは、ホリデー。おー。全然入る気配なし。これがリアル。やっぱね、いつもピンダイとかね、ダークマターとかでやってるから、調子狂っちゃうんですよね。へい。あ、開いた。さすが、辰巳さん。鼻毛ダンク。相当レアリティ低いぞ、この大抵タムは。いいのか？ハンドオフからの。さすが、デリック・ホワイト。アメジストでも抑えてしまう。あ、そうだった。ホルジンギス使うんだった。任せた、ホリデー。ワシントン。行くぞ、ピック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 。あ、抜けた。おお、でかさっていいよね。でかさっていいよねってことで、ちょっと面白いことしようかな。というよりもジェイレン・ブラウンが点取れる気配がない。まあいいや。うわ、いきなり打ってきやがった。ホリデー、ホワイト任せたー。テイタム。お、入った。テイタム、やるじゃん。フェイダーウェイ決めちゃったじゃん。テイタムらしくない。そんなのテイタムじゃないっすよ。今スコアリーダー、テイタム。うわ、ライブリー、入り込まれすぎてる。グッディー、テイタムいけー。お！おー、雑魚狩りでは輝くテイタムさん。テイタムやるじゃないですか。またしつこくドンチッチの愛想。ハンドオフから、ファイリーが、外す。ちょっと待って、ホリデーすごいぞ、これ。いい。
ちょっとこれはきつい。もう一回ピック。ん、テイタムいける、いけない、チキったね今。ポルジンギス、いけた、いけない、ポルジンギス。あ、ちょっと待って、ルカが空いとるやんけ、あぶね。いけた、左手で抜く、無理か。うん、タフショットを打たされると、おお、さすがエメラルドだと3入らんな。レイアレンだと入るんだけどね、エメラルドでも。レイアレン入れればよかったじゃん。あれ確かレイアレンセルティックスだったっけ。シュート全然入らねえじゃん。テイタムさん、あ、そうだ、セットコール、あれ、スクリーンレシーブ、どっちに行く、外に行く、全然抜けてねえじゃん。よしよしよし、テイタム、え、テイタム8点も取ってる。レアードサファイアなのにテイタムさん。ホリデーキッズ、今チキったね、チキったね、さすが、頼んだ。オッケー、ポルジンギス、これ面白いな、テーマ持って試合に臨むっていうのは。おお、ポルポル、せめてレアードレッドのポルポルでやってみたいな。あ、次はあれだ、来季理想のスパーズっていうのやってみようかな。まあまあまあ言うて、おお、きっと今ドンチッチ激おこですよ。イラチッチになってる。あ、マイク・ダントニー、ヒャウィゴー、ヒャウィゴー。ちょっと待て、なんか出てきた、なんか出てきたぞ。っていうかギャフォードが控えなんだ。へえ、ジョシュ・グリーンでギャフォードが出てきて、ん、あれ DJJ だ。で、ダンテ・エグザム、あ、3秒なる、3秒なる、やばいやばい、危なかった。何しとんねん守備。え、あれホリデーじゃん。行くぞー。スクリーンレシーブ。間違えた。スクリーンレシーブ行くぞー。頼んだぞー。あれ、何もできてないじゃん。タフショット打てねえ。いやー、これリアルでいいですね、このヘボさ加減。ちょっと待て、タッコホールどうなっとるねん。はい、行くよー。あれで、あ、さすがに入らんか。このチームマンツーマンじゃないとまずいよな。どこで、あれ誰、あの27番、あ、はい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 。というか、あれ差が詰まってる、差が詰まってる。もっとホリデー生かしてった方がいいのかな。ホリデー生かしてあげたい。でもデリック・ホワイトを生かしたい。あ、抜けた、入らない。ちょっとブラウン取れよ。さすがタッコフォール、タッコフォール。いやー、セルティックスなんかちょっと好きになってきましたかね。ないない、おーち。
もうデリック・ホワイトに任せよ。ちょっと待って、あいつがパワーフォワードだったんかい。はいはいはい、点取ろうと思えばいつでも取れます。ホリデー、ホリデースティール、カイリー対ホリデー。ああ、ファイナルこのマッチアップ多かったですね。はい、外れ。タックホール取ってからのデリック・ホワイトも任せる。ここはいけた、いけなかった。デリック・ホワイト微妙にキモいんだよな。タックホール、タックホール、ここでデリック・ホワイトで攻めないのが両親なぜか、うん、全部決まっちゃうんだよね、ダンクかレイアップが。 OK、 デリック・ホワイト、だってあれめっちゃハイレアですもん。見てください、これダイヤモンドですよ、このホリデー。あかんでしょ、これ出したら。守備だけも、守備だけ、守備だけ。タックホール、タックホール、ヒアウィゴー、ヒアウィゴー。タックホール入れてる段階で、いろいろ間違ってんだよな、マイク・ダントーニ的には。よし、デリック・ホワイトも任せた。あ、抜けた。お、抜けない。っていうか、こいつなんでロンドンの9番を継承してんの。やばいやばいやばい、 M1 じゃん、 M1 やばいやばいやばい。これはあ、タツムさん来た。ポール・チェンギス、ロンド、ビッグ行くぞビッグ。へい、ロンド早え。実はまだピン台のロンドも控えてんだけど、あえてこっちのルビーのロンド使ってみましたと。こっちのがね、なんかロンドっぽい、確かに。あ、やべ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 、デリック・ライブリー参戦。それ2世だった。うん、 OK、 テイタムさん、オッケーよ、ロンド。ちょっとロンド、これまずいんじゃないのかな、ロンドン任せるの。あれ、ミスマッチになってるのか、そこ。まずい気がするな。あ、やっぱ変えられた。そっちじゃねえ。ファイブアウトだな、綺麗な。よし、抜けた。ちょっとレイアップ外すのやめてくれません？レイアップ外すのやめてくれません？あー、接戦になっててちょっと面白いかも。ティム・ハーダウェイ・ジュニアなんか使われてないやろ。任せた。ほらね、これ簡単抜けるんだよね、これだと。まずいんだよ。ん？間違えた。間違えた操作。最後、テイタムにタフショット打たせようと思ったのに。このテイタム、テイタムですよ。タツムじゃないっすよ、これ。違う。これは違う。テイタム。ハーフタイム？テイタムが一番点取ってた気がするんだけど。ハンドオフからの3か。はいはいはい。これよく見られるしね。このルカはキャッチアンドシュートしないでしょ、あんまり、ルカは。はいはい、リアルですね、数字が。非常にリアル。やっぱハイリア使わないとこうなるんですね。誰だよ、この中国のおばちゃんは。もう、はい、タツム俺は使う。やっぱポルジンギスにしよう。ポルジンギスでアイスアイスアイス。え、そっから打っても入らんだろお前。ジェイレン・ブラン、左手でドライブしろ。抜けた、左手で抜けた。お
インテリフルースロー。この顔見るとインテリ見えないんだよな。カルフォルニア大学バークレー校だったかな、こいつ。そんなにすごいとこなのっていう。大学、アメリカの大学わかんないよね。知ってるのって、UC なんとか。ふ、取られそうになってやんの。っていうか、ポリでめっちゃいいバッシュ履いてる。なんでかって言って、こいつ強かったから使ってたんだよね、しばらく。よし、抜けた。あそこミツマッチやな。PJ ワシントンか。デリック・ホリデー、デリック・ホワイトとアービングがワンワン。ティム・ハードウェイ・ジュニアのマッチ。もったいないな。ホリデーは持たせたらあかん。よし。何しとんねん。5アウトからの、え、ちょっと待って。あ、抜けた。抜けた。ホリデーはね、使わせてもらえないという、自分ルール。いや、だってあそこ強すぎるもん。とか言ってね、4クォーターになったらバンバンにホリデーで攻める予感も。お、テイタムさん。今日のテイタム、テイタムじゃん、これ。テイタムさん、頑張ってますね。でもクラッチタイムで決めてる印象じゃないんだよな、やっぱり。流れの中で決めてる印象。ちょっと待って、マッチアップ変えるか。ディフェンス設定、ドンチッチのマッチアップをブラウン。で、ルカのマッチアップをホリ、あ、カイリー。ティム・ハーダウェイ、ワシントン、これもどうでもいい。よし、変えました。あと、ポルポルが、ホーフォードチさんがいない。フォークスで探したら出てくるかもな。ホーフォードチさん。何してんの？ちょっと待って、ホリデーがついとるやん。よし、リーバン。ホリデー。どこがいけるかなと。よし、ここで攻めよう。攻めれる気配がない。ダメだったかな。もっと工夫して攻めた方がいいっすよって言われそうだけど、点取ろうと思ったらビッグだけしとけばいいんだよね。あ、やべやべやべ、いかんいかん、ホリデーで攻めそうになった。えい、抜けた。え、このテイタム、テイタムすぎる。これはシーズン MVP 候補のテイタムですね。言うてまあブルーだからレア度はそこそこは高いんだよね、ブラウンとかと比べたら。うい、ちょっとデリック・ライブリー2世、リバウンド強いじゃないですか。なかなか強いじゃないですか、この人。魂のフリースローですね。うん？ロンド出てきた。やべ。やべえぞ、ロンド。なるよね。今なると思ったんだよ、絶対。やべ。間に合った？間に合ってない。わーおー。こうなったらスクリーンレシーブとか信用しちゃいけない。抜けた。よく見たらこのロンドルビーやんけ。めっちゃレア度高いやつや。そりゃ抜けるわな。ロンドも禁止しないとな、突破を。となってくるとテイタム、ブラウン、ホワイト、ポルジンギスで攻めないといけないということか。おおお、ルーカテイタン、コビーの魂見せつけろってお前。え、入った。え、
コビーの魂を見せつけてるよこいつ今。コビー・ブライアントの後継者テイタム20点取ったら認めてやんよ。ポルジンギス、ポルジンギスアンカーになってる。デリック・ライブリー2世強いなこいつ、強っ。今度ルカ、ちょリバウンドここまで取れないとまずいぞ。えい、ダメだ、抜けない。テイタム、テイタム任せた、エース。無理、停滞感がすごい。さすがセルティックス、停滞感の鬼。いやー、こっからね、勝っていくんですよと。スリーポイントが打てないんだけど、なんなのこれ。っていうか、スリーポイント打ってないセルティックスっておかしいよな。そっか、スリーポイント打とう。パス間違えた。ティム・ハードウェイに打たれたくない。よかった。リバウンドが、リバウンド。やばい。スリーポイント誰も打っとらんやんけ。あと、テイタムのフェイダーウェイは何なの？ちょっと待って、このチームにスリーポイントあんま入らんのんちゃう？来た。行け、タッコ。あ、ホリデーだこれ。それ入るに決まってるだろう。いかん。ちょっとカイリーに1本フリーで打たせてあげよう。と思ったけどやめた。ちょ、何してんのスカラブに。よし、行くぞ、タッコ。ナイスファールよ。しかもタッコフォールフリースロー入るんかい。まあ大体こういう身長のでかい選手出てきたらネタとして 2K で出てくんだよね。ボルボルとかマヌートボールとかタッコフォールとかジョージ・ミュアシャンとか、あとヤオミン、他に誰かいたかな。あ、ショーン・ブラッドリーで、今回のドラフトに出てきそうなやつが、おい、かい、かい、ちょっと油断したらまずいか、油断したらまずいかと思いつつも油断しかしかない。タッコフォール、カモン。引っかかった。綺麗に引っかかった。オッケー、開いた。いいね。やっぱでかいやついいね。スタメンに変わる？スタメン。はい。俺たちのセルティックス。おー、ロンド。何してんのこれっていう。ロンド何してんの。あそこはやっぱね、アンダーで守ったらこうなっちゃうんだよね。開いた、取る。これだよ、これ。やっぱね、5アウトじゃないんだけど、厳密に言うと今5アウトのメンツ、スカラブに打てるか。3打てるよこいつ。ウォルシュが怪しいな。なんでこいつ入ってんだ、この太陽拳できそうな頭のやつ。オッケー、ポルちゃん。おい、ポル遅い、ポル遅い。今危なかった、超取られそうになってた。へい。オッケー、ポルジンギス、いいっすね、このヒゲ。ちょっと待って、見てみよう。ルカとカイリー、そんな抑えてるわけではないんだが、こっちテイタムが高確率で決めてんな。そんなにすごかったっけ、テイタム。デリック・ホワイト帰ってきてくれ。うわっ、しまった。アンダーで守った。ポルジンギス、しつこく狙う。ん？待てよ。あれ、そのまま渡してもいい気がする。
オッケー。ダメだった。ポルジンギス遅い。遅すぎるこいつ。おい。さすがホリデー。MVP ホリデーですな、これ。あ、取れない。回転ドアディフェンスすんな。オッケー、ポルちゃん。よし、ポルジンギスダブルダブルいこう。入った。おー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 、スカラブリニー、スカラブリニーか。はいはいはい、スリーが入ってくるとやっぱね、セルツは強いですよ。ルカー苦しい、そのショットは苦しいっすよ。寝ても覚めてもピックアンドロー。よし、待て待て、ロンドはさすが打てねえ。うん、いやいやいや、ロンドは打てないでしょう。まあ正確に言うとこの頃のロンドはあんま入らないんだよね。やるか、やるか。うん。おー、デリック・ホワイトじゃない。デリック・ホワイト出てきた。出てきた、俺のヒーロー、デリック・ホワイト。テイタム負けちゃダメでしょ。入らなかったけど。おー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 、PJ ワシントンが空いてる。PJ ワシントンが空いてないよ。なんで打ってんのこいつ。あ、いった。うん。うん。全然ダメじゃん。あ、ブラウンいけた。左手さん。この決めきらないところがもう。リアルですね。あ、外した。えっ、2本とも。あ、しかも3打たれてる。エグザムだから入らない。まあまあまあ、残り30秒、もう余裕ですね。テイタムに任せよう。ん、え、こいつステップバックできないの？体力なくなっとるし。ちょっと待って、ホリデー地味にえげつないぞ、スタッツが。うわ、やべえ、ホリデー。ちょっとホリデーは、でも相手もピンダーいるから、これ別にいてもいいんだよな。テイタムをダイヤモンドにしてもいいぐらいなんだけど、さすがにそれすると試合が壊れる。オッケー、ポルちゃん取った。鬼のタフショット。まあ入らんよねっていう。ということで今回はね、セルティックスとマーベリックスのファイナルを再現してみましたと。レア度が低すぎ。ほんと、30人達しました。さよなら。